スパイスの香りに包まれる小さな店内。6種のスパイスに漬けた鶏肉に火を通し、バターやトマト、牛乳などを加えて煮込むこと30分。看板メニューのバターチキンカレーが完成しました。ここは今月大阪東住吉区にオープンしたカレーの専門店。最大の特徴はカレーではなく、実はスタッフのユニークな働き方です。短時間勤務っていうところが全然違う面ですし、アルバイトとボランティアの間って働き方が面白そうやなと思って。店を開けるのは週に1日、しかも昼間の3時間だけという超短時間営業です。店のオーナーの古市邦人さん、この風変わりな営業形態のお店は、働くことに不安を感じる人たちの再スタートを後押しするために企画したといいます。今回のプロジェクトに言うと、離職したり休職をしている人をメインターゲットにしているんですけれども、自分に何ができるかわからない状態で進路を決めていくのって不安なんですよ。ちょっとでもいろんな世界を体験してみたり知ってみて、ここならいけるかもっていう、それを考える時間っていうのは結構みんな欲していて。ここで働くスタッフの4人は、心のトラブルなどさまざまな理由で離職をした人たち。この店で少しずつでも働き続けることで、次の一歩を踏み出す気持ちの準備をしていきます。実はメインメニューもあのバターチキンカレー一つだけ。スタッフの負担を減らすための工夫です。さらに開店前の打ち合わせでは、今調子があんまり良くなくて、台風が続いたり、季節の変わり目がめっちゃ苦手で、ズーンってなりがちなので、あんまり今日は接客には出たくない気分、スタッフは一つだけわがままを言えるという独自のルール。自分のペースで働ける環境づくりの一環です。店のスタッフの一人、柳原さん、今年2月に10年近く勤めた職場を退職。6月の準備段階からここで働いています。9時から例えば5時に働いたとしたら、すごくしんどかったし、つまずいたかなと思う。自分の体調がちょっと優れない時とか、週1回やったらやってみれるかなっていう。前の職場では責任の大きさや人間関係に悩み、体調を崩した柳原さん。その後再就職へと踏み出せずにいましたが、無理なく働けるこの店で自分の居場所を見つけられたといいます。家で一人で出口のない悩みの中にいる時って、あんまりいい状態になるとは思えなくて、仲間がいる、行ける場所があるっていうことがありがたく思っています。これならできるかもしれないっていう経験を一つでもすると、それを足がかりにこれもできそうだなっていうふうに思えてくるんですよね。次もいけるかもしれないと思える一歩目のできたという実感とか体験、それを作りたいなと思っていて。離職した人の再スタートを支援するこうした動き、今関西で広がりを見せています。この日神戸市内で開かれたのは、離職中の人たちによる交流会。2週間前まではウェブデザイナーとして働いて、入社してから1年も経ってないぐらいで休まないといけないぐらい体調を壊してしまったので、もう全部終わったなみたいな感じで。この会を企画したのは、離職者を支援する会社の代表、北野貴弘さん。北野さんは離職中の空白期間をコーヒーブレイクになぞらえてキャリアブレイクと呼び、人生の休憩期間として前向きに捉える考え方を広めようとしています。
一時的な離職とか休職を使って人生を立て直すカルチャーが、まあ、欧州を発祥にありまして、ただ日本だとキャリアのブランクっていうのは良くないこととされて、すごい肩身を狭い思いをしているので、キャリアブレイクを経験している人たちで勇気をもらい合ったり情報交換したり、仕事中の辛かった気持ちや離職後の過ごし方などを語り合うこの場、1年前から始めてすでに50回以上開催しました。辞めてから2ヶ月どんな感じでした？初め辞めてすぐはやっぱりもう回復の時間というか、やっぱ余裕がないと優しい気持ちとかもなんか持てなくなってきたりとか、人に対してきつくなってしまったりとか、月1回はここに来るようにしていて、同じ境遇の人と話せるので、今まで怖いとか不安だった思いもだんだん大丈夫だなって、明るくなれるというか。さらにキャリアブレイクの考えを広めるための新聞の発行に向けて動き出しています。その名も月刊無職。辛かったエピソードはなんかこう、無職は辛いよみたいなこんな目ちょっとポップ で読んでいったらすごい本質的な記事になってるみたいな。私が回復するまでって超わかりやすいまとめじゃないですか。それもいいんですけど、遊び心もちょい欲しいかも。離職中の人が体験談などを書き、来月から発行します。小学校、中学校、高校、大学、隙間なく教育機関を経た人とかは、余白を持つことに対してネガティブ、転職するのも素晴らしいですし、働き続けることも素晴らしい。ただどうしても困った時とか、人生の転機を自分で作りたい時にこう選べる選択肢として、日本に文化としてあったらいいなと。心の健康を崩し離職する人が少なくない現代、空白期間の新しい過ごし方がますます注目されそうです。ご視聴ありがとうございましたケロ。